初結び、今日は初結び、お出かけしてきました。こんばんは。もうこたつつけました。こたつあったかーい。なんか体が冷えている。クーラーつけた。暑いの？温まったら消そう。明日雨なんだ。明日家から出なくていいかも。よいしょ。気圧がね下がるから。
なんか今日お寿司食べて、でも10時ぐらいにお寿司食べて、でカフェ行って、でかき氷食べて、で今なので9時ぐらいお腹空きそう。だいぶ今なんかお腹が減ってきてる気がする誕生日おめでとうございます、せいちゃん。ハッピーバースデー。サイヤン推しの1年にしよう。イエーイ。今日ずっとハロウィンの配信してなくて、今日しようかなって思ったけど、そういえば何も言ってないなと思ったんで、明日しようかなって思い中。さすがにそうなんよ。今日はね、急にしたらさ、なんか怒られちゃう。明日しようと。そう。サプライズ。明日だ。今日だったらメイクもしてるし、髪の毛も完璧だからと思ったけど、そうだと思って、1時間前ぐらいに思った。そうね、ふふ、二つ結び。こちらこそ。こんばんは。
ははははお寿司中トロが食べたかったんだけどなくて、サーモンとか鯰とかブリとか6貫か10貫で迷ったけど、気になるネタがちょうど6個だったから6個にした。でも結構お腹いっぱいになった。中トロ食べたかったな。お腹空いてきたかも。私分かったわ、なぜいつもお腹空い、極限までお腹空く前にご飯を食べるか。今日結構極限までお腹空いたって思ったんですけど、だんだん元気なくなってきて、なんか力なくなってくるんですよ、お腹空きすぎると。だからいつもそれを、そんな力が出なくならんように、ちょっとお腹空いたって時にご飯を食べるっていう脳になってる。今日思った、もうね、お腹すいたなって思って1時間ぐらい経って、なんかだんだん元気なくなってきて。そう、確かにね、時々レッスンがお昼前からお昼の後までみたいな時あるんよ。そういう時、そのレッスン始まる前に何か食べとかんともうやばいの、力が出なくなって頭が働かなくなって、もう私は無理ですってなるんよ。でけん、ちゃんとお話かい、あ、違う。やばい、コメント見ちゃった。コメント見ちゃった。ちゃんとレッスンのレッスンの前になんかちょっとでも食べとかんと。やばい、普通にコメント見てた今。私からの締め切り、あ、締め切りね、そうだよ、もう後にも先にもないからね、このファースト写真集の私会っていうのは2日しかないんで。でもね、お腹がすくってさ、とってもいいこと。お腹がすくって本当にとってもいいことで、お腹が空いてるってことは
ご飯を食べたら美味しいってこと。そしたらそれは幸せにつながるので、お腹が空かないと食の楽しみがなくなっちゃうんだよね。なんかお腹空いた方が人って幸せなんだって。健康な証拠でもあって、幸せのね、なんか出るらしいよ。やっぱお腹鳴るかもしれない。なったらなったでよろしく。そう、幸せのなんか脳からなんか出るらしい。そうだけんさ、どんだけ好きなものでもさ、お腹空いてないとさ食べれないしさ、美味しく感じないよね。ね、不思議なことで、私これ大好きなのになんか違うみたいな。でもお腹空いてる時って本当何でも感動するほどの美味しさ。ですよね。昨日寝る前お布団に入って幸せだなって思った。そう、ありがたいよね。なんだろう、やっぱ今日本にいることもなんかいいかも。やっぱ美味しい、美味しいものがいっぱいあっていいよね。なんか日本ってさ何でも食べれるよね。日本食も最高に美味しいけど、もういろんな国の料理がさ食べれるよね。この国ってもう国の規模だけどね。えね、海外とか行ったら、でもお寿司さ、お寿司が本当にちょっとあるのかな。日本はハンバーガー屋さんいっぱいあるけどね。ハンバーガー屋さん、ほんといろんな店舗あるけど。あ、そうなんだ。広島ね、海外のから来られる方多いんですよ。めっちゃ。でも、そう、すごい多くて、この前ハンバーガー屋さんに入ってるの見て、本場っていうか、やっぱ食べたくなるよねって思った。
でも汁なし担々麺とかお好み焼きとか多いかな。あ、そうなんだ。確かに私も海外行ってももしかしたらやっぱ馴染みがあるから日本食食べるかもしれません。でもアメリカ行ったらやっぱりハンバーガー食べたいな。そうそうそう、やっぱすごいすごいんだろうな。今日ね、今日ね、そう海外から帰られた方が帽子かぶってて。ここにね、漢字でね、東京って書いてた。あ、東京。あ、ね。そう。で、後ろの方に。英語で東京。そうやけん、あ、これはそう日本だったらニューヨークみたいなってことなんだろうなって、そういうことだって思いました。そうそうそう、なんかそういうの見るの好きなんだよね。T シャツとか、そう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 、それをいつも見つけてあって嬉しくなるんですけど、忘れちゃうから今日はもう早めに言っとく。そうなんよ、洋服とかさ結構自分らでも読める単語とかあるもんね。それはやっぱり本場の方からしたらわあって感じなんだろうな。なんかイエスとかあるよね、イエス T シャツとか。そう、ハッピーとかさ結構会話系のとかあったりするから。なるほどって思ってる。この服、あ、これは何も書いてない。無地です。でもハートとかは世界共通なのかな。ハート。
いいねとかハートだったりするもんね。ハート、これは世界共通だな。ね、すごいよね。ラーブとかもさ、ありそう。ラブ、ラブ T シャツ。でもなんかやっぱり英語ってやっぱりおしゃれな感じするんだよな。そうね、それが海外の方からしたらやっぱ東京はかっこよかった。日本のさ首都だもんね。首都だからやっぱそこはそこはね、確かに東京首都って言われたらなんか急になんかすごい強いイメージだね。なんか急に。でもまさかね、東京ってさすごいさ人口密度だよね。すごいよね。私が本当に何の記憶もなくなって急にパッて言われたらえってなるか。なんで？いろんなこう過去があってやっぱ東京はね一番栄えてて人もいっぱいいるんだけど、まさかあんな密度になるとは。よく住んでるよ。でも広島ってもさやっぱり建物がいっぱいあってさ、どこ見ても建物があるじゃん。お店だったり飲食店とか服屋さんとかショッピングモールとかあるけどさ、人が住んでる家もあるじゃん。でその家さ何階建てとかあってさ、こう夜とかさ光るじゃん。それ見てここにこんなに人が住んでいるどっからどうやって帰ってきてこんなに人がいるんだねって思うんだよね。しかもその光の一室にはもう一人じゃなくて二人三人四人五人いるかもしれなくてなんかすごいなって思うんだよね。そう一人一人なんかちゃんと人生があって暮らしがあってさねえ。
あるんだなって思ったら、なんかすごい広島にいてそう思うから、東京とか、うん、すごい。私がなんとなく日常で感じ取っていることなんですけど。昨日すごい月が綺麗でした。めっちゃ三日月だったけど、こっちじゃなくて下の方の三日月だった。そう、なんかね、空好きなんだよね。空見るの好きなんだよね。月も好きだし、星も好きだし、雲も好きだし、だから鳥も好き。そうだよ。でもね、一番なんか、なんだろう、自分をリセットしてくれるのは夕焼けですね。 UFO を見たことない。鳥は飛んでいる鳥だったらトンビが見るのが好きかも。そうそう、なんか夕焼けっていいよね。なんなんだろうね。なんか悩んでいたことも全部ちっちゃくなる。だから私はなんかもう自分がなんだろうね、心がすさんできたら夕焼けを見に行ってたのよ。そしたらなんか気持ちが入れ替わっていた。なんかどっかで聞いたようなセリフだ。そう、夕焼けすごいのよね。入れ替わってる？入れ替わっていた。いや、違うんですけど。違うんですけど。そういうのあるよね。人によって。私は夕焼けですかね。なんかちっちゃい頃からなんだろう、好きだったな夕方になったら。なんか鳴るんですよ、メロディーが。メロディーが鳴るんですよね。ね。そうそうそう。あれで帰ったりとか、家の中でいるときに聞いたりとか、懐かしい。感覚。そうなんや。
お家に帰らなきゃのチャイム。そうそうそう、いろんなところで聞こえてくるよね。バイバーイって。帰る時と家の中でなんか一人でいる時にそれ聞くのもなんかちょっと切ないですよね。ね、なんか切ないよね。で、なんかさ、鳥も飛んでるよね、そういう時って。そのチャイムが鳴った頃そう、コウモリ、私コウモリ見たことないんだよね。そのあのフ野生のコウモリ。あ、飛んでるの？分からん。じゃあ私がいつもカラスと思っていた鳥がコウモリだったりするのか。え、あ、それはカラス。それはカラス。あ、カラスと思ってたのはカラスね。都会コウモリ。え、結構。コウモリって飛ぶとき多分こんなんじゃないよね。こうだよね。早いの。カラスはこんぐらいでしょ。コウモリ。カラスいつもこんぐらい。ポケモンのポケモンなんかあれだよね、絶対なんかイメージしてるよね。それはおもろいわ。コウモリなんかこの前サヤゴロウで、あの上野動物園でコウモリ見て、そう、初めて見たのかな。昼間明るいのに見れたんですよ。でコウモリってなんか洞窟にいるイメージで、でもすごい明るいのにいいのかいと思ったけど、ちゃんと暗い像もあったんだよ。でも明るいとこにいた。間近で見ました、コウモリ。顔もちゃんと見たし、あの手も見た。爪があって、爪が一本だったかな、羽のところ羽のところ爪が、長い爪が一本あって、ぶら下がるのはすごい
意だけどやっぱこう地面地べたを移動するのがすごい大変そうだった。そう、歩けないんだよね。だからこう羽でこうしとかんと。登るのは得意そうだけどね、爪でこう引っ掛けて。やっぱ地面難しそうだった。でもコウモリのさ、人と同じぐらいのコウモリをなんか画像で見たことあって、そう、あれは分かんない、偽物か分かんないけど、それは夜さ出かけててさ、いたらさめっちゃ怖いよね私多分心臓止まると思う。嘘か本当かわからないけどさ、でもわかんないもんな世界って。世界わかんないからな。もうそっちのそちら側からしたら普通に木にぶら下がってるだけですけどみたいな感じ。そんなびっくりされてるみたいな逆に急になんか生活圏内に入ってきてみたいな感じ。そうよ本当に。そう。いやそうだよね。だってそちら側がねこっちに来たなら。ってなる資格はあるけど、こちら側があちら側にいてってなっても別にいやいやいや いやって感じ確かに。コントみたいになりそう。やっぱいいね、サヤゴロウ本当にありがたいな。いろんな生き物を見れて。まだ続くと思いますが
回はもうちょっと時間かかりそうだね。まだ行ってないけど。私別に人間観察はしないんだよね。ペットショップ今日も行ったんだけど、可愛かった。めっちゃちっちゃい子がいました。めっちゃちっちゃい子がいた。バンコ2ヶ月とかだったよ。9月に生まれた。なんか歩き方もなんかこてって可愛いな。かわいいと思ってた。その子見た後はワンタンかわいいって言ってた。うん、本当にもうワンコじゃない、ワンタンだった。でもその子見た後ワンコ、ワンコかわいい、かわいいワンタンって。サイベリアンの子がまだいた。超かわいい、超かわいかった。って言っても多分2日ぶりに会った。2日ぶりに会ったまた会えたねって。そう、常連になってしまうかもしれん。ロシアンブルーだっけな。グレーの猫ちゃん。可愛かった。アメショ。なんかね、毛はそんなに長くなくてすっきりした感じ。でもずっとこう、この
箱の中にいた。もうちょっとなんか怯えた感じだった。だから最近来たのかなって。いや毎回ね、そう買いたくなるんだよね。でもまだだよ。今日行ったんだけど、リコちゃんが猫ちゃんに見つめられたみたいで、そんな目で見ないでって言ってた。そんな目で見ないで。そう。でも本当、なんだろう、健やかに健やかに過ごしているんだろうなっていうのが伝わってきて、いいとこだなって思った。もう分かるんよ。あ、買いたいな。ね、でも今は無理です。話を何回もしてる気がする。いつか。もうすぐで9時だけど、お腹空きそうだな。なんか難しいよね。お腹好き。
空いてるとなんか眠くならないんだよね。最近知ったんや。夜ご飯食べんとこって思って食べんかったら本当に眠れなくて。そうなんですよ。あと15日まであと6日だ。明日休みと思ったら全然違ったわ。なんか最近ね、スケジュール ハロウィンどうしようかな。いや、ハロウィンしますよ。今しとかんと12月になりそうな気がするよ。でも明日、何もなければこう予定が狂うことがなければかな。予定が狂う可能性もありますからね。確かに誰か言ったよね、明日なんかあるらしいみたい
他のメンバーの予定には入ってるけど自分の予定には入ってないみたいなことが時々あったりね。そうなんね。ムケン結構他のメンバーが教えてくれて、あ、そうなんだって言って、知ってる。でも忙しそうだった。すごい忙しそうだった。でも情報交換大事ですね。だいぶ席良くなったな。夜中23時ぐらいがピークなんかな。なんとか神経的に。自律神経。自律神経。でも朝配信何時だっけ？もうちょっと時々出そうだったけどこらえた。そうそう、話したらそう出るとき出らんときある。外でもそう外でもなるときあるよ。出るよね。そう、一回出たら そうね。今日買ったやつじゃん。チャーミーキティちゃん、かわいい。新作多分。前髪めかわいすぎた。買っちゃった。
髪飾りみたいに。あ、見えんくなった、見えんくなった。本当はこれはメイク中に前髪全部バッてしてするんだけど、かわいい。でもこの前髪クリップでだいぶテンションがね変わるんですよ。ダブルチャーミーキティちゃんだよ、私の大好きなポーチも買っちゃったの。かわいい。新しいポーチです、かわいいよね。イエーイ。あ、見て。ハート、いっぱい入りそう。汚れちゃったら悲しくなるレベル。サンリオショップに売ってあって、うん、ピンクと白とリボンと猫があったらもうね。もう大変大変よ、冬っぽくていい感じ。もうピンクばっかり持っとるやつ、これも買った。なんか限定カバー、マシュマロフィニッシュパウダーの、じゃーん、ピンクだったから可愛くて。なんか今パッて見てこれつけとんの、びっくり。急に冷静になったんだよ。あ、なんかこうしたらちょっと急になんかシンプルになったんだけど。なんかシンプルになっちゃった。つけとこうか。これかわいい。見てしまう。イエーイ。
着いたらポテチ食べよう。なんかこの前ポテチ寝ますって言ったような気がするんだけど、気がするだけ。言ってたような。なんで言ったんだろう。謎やな。コンディション崩したけんか。忘れてしまったのさ。確かに、なんかラーメン食べたくなってきたような気がする。1ヶ月でついに復活。家系ラーメンにハマってるんだよね。でもあんまりないんだよね。横浜にはいっぱいあったけど。よし、ラーメンを食べよう。今日じゃないけど、今日じゃないけど、ダメ、濃いめ、多めがいいんですね。
なんとなくそろそろ終わろうと今日は早めに寝るから。やだ。ポテチ食べるから。あはは、あはは、最近爪切った。私に爪が長いにはダメだ。爪が短いのがなんて過ごしやすいか。でもネイルとかさしたらさどうなんだろう。今シールあるけんいいね。塗るやつもあるけど、あれ結構除光液で取るのがちょっとめんどくさい。今シールでチューってしたらくっつくのがあるんだって。貼るだけ。あ、そうなんだ。お湯で剥がすのいいね。今日はお湯に浸かろうと思ってるんだ。超お久しぶり。いつぶりかいな。あれもしてない。泥のパックみたいなやつも全然してない。あの謎の頭痛の1週間から多分
てない。ゆっくり浸かろうかね。二つ結びこの長さがいいね。ゆる巻きのハマり。え、見て。パンにあるよね。パンにある。本当にメイクさんって天才だよね。最近巻き好み。あ、今日の服もかわいいんだよ。全然見えないけどさ、なんかこのフリル、かわいい。画像で送るわ。でしょ、普通のスウェットかと思いきや、じゃーん、ふん。普通のではございません。メールに送ったか。そういえば、まあちゃんとね、サイド載せます。最近すぐ電池なくなる。イエーイって写真撮っとったらすぐ電池なくなる。もうそろそろ限界か。どんぐらい使っとったかな。あ、バッテリー交換ですかね。バッテリー交換だと安いよね。2年経ったような
気がしたり、今13ミニです。やっぱ2年よね。もうそんな経つか。2年って早いな。そう、別にね、そう、ただね、電池の減りがちょっと早くなったかなってだけなんだけどね。気づいたら 60% ぐらいになってて、あれってなるけ、今まだモバイルバッテリーを常備しとったら大丈夫だけど。でも、そう、存分に甘えたらって感じ。存分に、え、そう、ちょっとね、ちょっと思ったんよ。そう、もうちょっとミニは持ちやすいけど、ちっちゃい画面がちっちゃいなーと思って、ちょっと思ったんですね。まあ別にそこもそんなにこだわってない今話しながらこれ出てきてびっくりした。拡大やってます。なんかつけてるのか？縦にしたら全然あはは、あはは、あ、そう、今日ボム12月号の発売日です、ね、予約ツタヤバージョンの予約は発送が1週間後だったかなんですけどね。もうツタヤの店頭にはあるらしい。10日後なんだ。あら、まだなかったとこもある。うん、
そうなんですよ。てかもう何回も団地を変わってますね。あはは。ポーズ決まりました。スクショ撮りました。トゥルトゥル。あれ。あれれ。コナン君はトゥルトゥ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 ンバタン。
新一トゥ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 ルル薬が飲まされトゥ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 ちっちゃくなっていたトゥトゥトゥルル博士の家に行きこれは枝川カナンと名付けた綱は同じメタでコナンバタンもう思い浮かばない。ちょ、待てよ、蘭姉ちゃん。ギラになる、危ない。ギラになる。自分にツボってしまうわ。危ない。コナン、なんかコナン君時々話題に出てくるよね。この配信で。コナン君すごいな。でもコナン君のなんか謎を解明しようとしたらね、それ以上はやめた方がってなんかなるよね。私はちょっとシンプルになんかここはなんでみたいな、そう言ったら、いやそれ以上え、そうコナン君 VS 高尾探偵。
ルルルルル突如現れた高尾探偵ルル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 ルこの音楽すごいね。探偵っぽい。男女変わってる？デリレン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 。買ったか。コッペさん、円王さん、F 渋谷さん、セイヤンさん、台湾のコウさん、マイセンさん、リョッピーさん、アオちゃん、フジポンさん、イヌちゃん、ナンバのヒサトさん、高蔵さん、マサタロウさん、トキさん、ストンコさん、ホタテ様。ルル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 ルナンバのひさとさん、高蔵さん、マサタロウさん、トキさん、ストンコさん、ふたて様、猫のおかずさん、ミッドナイトシュガーさん、メガバイトちゃん、メミフィーさん、ブーちゃん、ビーツさん、エビスさん、トキワさん、マニャーザエモンさん、マニャーさん、コブヤキさん、リョウさん、ハヤリンゴさん、マロンさん、ケンタロウちゃん、カコさん、タニーさん、リティさん、ガッちゃん、ありがとうございます。高尾探偵はいっぱい出てきた。今配信来た。やっほー、あはは、面白かった。わ、チャーミーキティちゃんだ、かわいい。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。